ないようにするのがいいわけではあるので。最近よく見る脅威みたいなものはあるかなと思うんですけども、その辺は何か最近これだなというものはありますでしょうか。一時期依頼としても結構多かったんですけど、 AWS のキーが漏洩してしまったっていうものと、あとはまあ VPN 機器の脆弱性をつかれたものっていう、この2つはある程度多かったのかなというふうに思いますね。 VPN ですか。はい。コロナの影響でリモートワークが増えて、でそれではっきりしてきたみたいなところもあるんですかね。そうですね、それもあると思いますし、やっぱりあのゼロログオンとかですね、まあその簡単に侵入までつながってしまう脆弱性がやっぱりあったっていうところで、攻撃コードもまあそのまま概念実証として公開されてますんで、それをこう使ってそんなに技術力のない人でも入りやすいっていうところがあったのかなっていうところですね。まあそのさっきも言いましたけど、まあ、アップデートとかがまあ管理ができていないようなところが狙いされてしまったような印象をちょっと受けますね。意外とそうですね、私がやっぱり思うところとしては、入れたものがどっかのタイミングで分からなくなる、もうツール等が把握されなくなるっていうことを往々にして、こう話を聞きに行くとき、無料でなんかこう知り合いのつてで行ってくれって言われて行って、いきなり本物の現場を見せられて、いやこれ私が無料の範囲で触ると大変なことになるんで頼むからサービス回してくれみたいな感じのことでディスパッチするときあるんですけども、なんでそういう風な問題といいますか、サービス等がいつの間にか何も触られなくなるっていう風な現状に陥ってしまうのかっていうところ、何か心当たりといいますか、何かありますでしょうか。いろいろな理由があると思いますけど、その通常業務と比べて、そういった、まあ、いわゆる管理台帳的なものの更新って、まあ、後回しにされやすい傾向にあると思う。というのも、まあ、基本的にそういったものを更新するところ、まあ、例えば情報システム部門であったりすれば、その社内の環境を整えたりとか、社員の方の PC のキッピングであるとか、まあ、いろいろな定常業務っていうのがある中で、まあ、ついて後回しにされてしまうっていうところは一つ原因としてあると思います。あと私が考えるところ、まあ個人的な考えのところにもなるんですけど、シャドウ IT のような形で勝手に使われ始めたものですね、うん、例えばもともと情報システム部門とかそういったところで管理していたところがあるにもかかわらず、そこの管理にですね目が届かないがゆえに、こうどんどん勝手に増えていくっていう例はあると思いますね。確かに便利にしようと思っていろいろと試してみたりですね、うん、最近ですとこう例えばラズベリーパイ等を使って便利ツール作ってみたよみたいなことをする方とかも多いかと思うんですけども、確かにそれは上司数の方から見てみれば管理されていないデバイスっていう形になると思いますので、うん、なんともなーっていうところは、うん、デバイスに限らずかなと私は思っていて、はい、結局、まあ、このコロナでリモートワークがどんどん普及していった中で、いろいろウェブミーティングツールいろんなものが各社から出ていて、まあ、企業さんごとに使っているツールも違うとかっていうことが結構あったと思うんですね。まあ、その際に、まあ、アカウントを発行したとか、あとはもう近々もう急なミーティングだったので、そういった情報システム部門とかに確認を取らずにアカウントを発行したとか、フレキシブルな働き方が求められるがゆえに管理しきれなくなってしまったっていうのもやっぱりあるんじゃないかなと私は見てますね。なるほど。それに対する処方箋みたいなものっていうのは何かありますかね。禁止のルールを作らないっていうところが大事かなと私は思っていて、というのも人間心理的にあれもダメこれもダメって言われると、じゃあこれならどうだろうって抜け穴を探してしまうと思うんですよ。そうではなくて許容するルールを作るべきだと考えていて、例えば新しくサービスを使い始めるときにはこの手順でこういうルールで使ってくれればいいですよみたいな、まあ、多分伝え方一つだとは思うんですけど、許容するルールと、あとはそれがレポートラインとしてちゃんと管理する部門まで上がってくるようにするっていうところを整備してあげるのが重要かなというふうに思いますね。確かに禁止のルールを作ってそれを破るっていうものは、ある意味弊社ですと弊社の人間ほとんどむしろそれで、でご飯食べてるのもんですからね非常に共感できるところではございます、はい、であと私個人としてはそれに追加で管理してる部門が怒らないとか、うん、優しくする等々、人間心理っていうところもありますけども、まあ、先ほどおっしゃってたところまさしくなのかなっていうのは思いましたね。少しぶっちゃけた
話を聞いてみようかなと思うんですけども、はい、よくセキュリティのサイバー保険等々いろいろと最近出てきているところではあるんですけれども、はい、考え方によってはこれは私は少なくとも賛同は個人的にはあまりしないんですけれども、事故が起きて費用がかかると、でそれを保険で補填するっていうモデルがあると思うんですけども、はい、例えば事故が起きた時にその保険で払ってしまえばうちの会社であれば大丈夫だろうっていう判断をやはりしてしまうところっていうところもあるかと思うんですけれども、こう事前に対策をしていた場合っていうものと、問題が起きてその時に火消しをすればいいやっていうところのこの2点においてですね、明らかに最初からできてた方がいいんですけども、実情としてもしその後者の方の選択肢を取ってしまった場合に発生しうるリスクであったりとか、それをするとこういうことが起きるかもしれないですよ、それでもやりますかみたいなような部分、まあ、別に恐怖を煽るわけではないんですけども、はい、ただ実情としてこういうものが対策としてあったので、できれば少しずつやってくださいねという意味で、何かあればぜひちょっと実体験とか複数案件織り交ぜて空想にしてみたりとか、まあ、何でもいいですので、はい、少し教えていただけますか。はい、そうですね、金額ベースとかで考えた方が分かりやすいかなとは思うんですけど、例えばもともとそういうところに避ける予算が1000万円あったというふうに仮定して、事前対応に1000万円を使った方が絶対に大丈夫です。というのも、事後対応で使うと1000万円じゃ足りないことがほとんどですね。被害に遭ったところのモデルを、例えば EC サイトを持っている会社さんで会員数が30万から50万人くらいだとします。一般的に、事後対応でユーザーデータが漏れてしまった、個人情報が漏れてしまった、クレジットカード情報が漏れてしまったっていった時の損害ですね、お客様一人一人に例えば500円分のクオカードを配布することにしましたと、その謝罪の意を込めてなったら、まあ、1000万円では足りないっていうところが見えてくるかと思います。ただ1000万円、その1000万円を使って事前に例えば脆弱性診断をして EC サイトの脆弱性を潰しておくであるとか、センサー系のアップデートをして不正を検知できるようにしておく、すればまあ1000万円で大体足りると思うんですね。まあ、もちろんこの金額は前後しますけれども、まあ、イメージとしてというところがあります。まあ、例えばランサムウェアとかも最近すごく流行っていて、もちろんランサムウェアって身代金支払ったら複合される保証もないですし、何よりも企業イメージですよね。その場は良かったとしても、例えば炎上だとか言われてますけれども、自己対応の場合失敗してしまった時のリスクですね、その後お客様がどんどん離れてしまって、結果として売り上げが立たなくなってしまうであるとか、まあ、そういった意味の損失もありますので、事前にできるだけこう時間と予算を、そして人的リソースを割いてあげるのがいいんじゃないかなというところですね。ありがとうございます。コロナ禍における、まあ、リモートワーク前提におけるシーサートの運営においてですね、考えておくこととか、そういう勘どころがあればぜひ教えいただきたいんですけども、まあ、リモートワークっていうところが前提にあると思うので、今までオフラインでやってきてそれに即していたルールだったかもしれないんですけど、まあ、今後はオフラインじゃないとできないことっていうのをどんどんなくしていくっていう考え方は一つ重要かなというふうに考えますね。オフラインじゃないとできないことをなくす、まあ、いわゆるオンラインの方にどんどんシフトしていくってなると、まあ、やっぱりこうお金がかかるお話とかもあるとは思うので、経理部門であったり経営層であったりだとか、まあ、そういった周囲の理解、まあ、味方につけるっていうところも一つ大切なポイントかなって思いますね。やっぱりシーサートなので有事の備えとして、インシデント事故が起きてしまった時に、まあ、あらかじめこうファストフォレンジック的な観点で必要なデータだけを取れる体制を構築しておくっていうところが大事かなと思いますね。確かにオフラインからオンラインに切り替わると、事故が起きた時にその PC 行くぞ取りに行くか、そんなことはできませんからね。そうですね、はい、事前に取りに行くものを考えなくてはいけないですし、でまたやはりオンラインってなると、いいのそれで大丈夫っていう不安であったりとか、ファストフォレンジックのツールの設定であったりとか、まあ、いろんな理由で周囲とも相互理解だったりをしておく必要はあるっていうところ、うん、でそして有事が起きたらすぐ会議室に集合だではなくて、例えば有事の問題が起きたらこの手順で映像チャット作るんでみんな入ってくださいとか、もうオンライン前提っていう流れも作っておく必要があるっていう、まあ、この3つ、ここに多分各社のエッセンスをこう入れ込むと、ある程度ベースの形がもしかするとできるかもしれないっていうところがあるかもしれませんね。というわけで、本日はですね、弊社の高橋さんをお招きして、シーサート
の部分についていろいろと伺わせていただきました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくって。この辺出るんですかね。こう古いですよこれ。